ちょっと太った？成長期どころかな？いやー、それにしても丸くない？ほら、下っ端なんて出てるよ。ほんとだ。ちょっとびっくりだわ。今でこそ綺麗なスタイルを保っている女優さんでも、過去には下っ腹が出てしまうようなぽっちゃり体型だった人も数多くいました。そこで今回は下っ腹が出ていた若手女優を12選紹介します。まずはたくさんの作品に引っ張りだこな浜辺美波さんです。今でこそほっそり痩せており、その痩せ具合を心配されるほどの体型ですが、少しぽっちゃりした過去がありました。浜辺さん、最近ファンが増え始めてますよ。知名度上がってきましたね。増えてるの嬉しいです。この調子でお仕事頑張ります。そうだ、 SNS チェックしないと。どれどれ。ねえマネージャーさん、どうしました？何か変なコメントされてました？そういうのはないんだけどさ、これ私体型まずいよね。ほら下っ腹が出てきてる。浜辺さん、もともと笑うと少しぽっちゃりしたようには見えますが、ちょっとダイエットしておきますか？大好きなポテト食べるの控えないと。10代の頃から少しふっくらした印象がある浜辺美波さん、自身の体型のやばさに気づき、大好きだったフライドポテトも週2回までときめダイエットを決意したようです。ダイエットとはいえ、過度なダイエット方法を選択しちゃうと仕事にも影響出ちゃうからな。まずは腹6分目で食事を終わらせよう。あとポテトも我慢してバランスのいい食事を心がけていこう。そうですね、あとはスタイル維持のために筋トレを毎日行っていきましょう。その方が効果的に痩せられるって聞いたことはありますよ。よし、下っ腹をへこませるぞ。こうして始まった浜辺美波さんの食生活改善は見事成功し、見て、細菌効果も出てきて下っ腹なくなってきたよ。ネット上でもスタイルをどうやって維持してますかってコメント多くなってきたんだ。本当に頑張ってきてよかったですよね。そのおかげかオファーもどんどん来てますよ。これからも体型維持していきましょうね。今ではスタイル抜群で実力もある若手女優へと見事成長していきました。次は幅広い役柄を演じている橋本環奈さんです。もともとすっきりとした体つきの橋本環奈さんですが、ある番組のレギュラーになった頃には下っ腹が出るほどかなり太ってしまいました。うわー、このご飯本当に美味しいです。かなちゃんは本当に美味しそうに食べるよね。見ていて飽きないよ。ありがとうございます。本当に美味しすぎて箸が止まらないです。やばいな、ちょっと脂肪ついてきたな。お腹も少しだけ出てきちゃった。またまた太りやすい体質なんですか？そうかもしれない。今まで気がつかなかったけど、やばいな。どこかジムに通われますか？そうするよ。この番組のレギュラーは短くても1年は続くからね。実は橋本環奈さんは2016年頃から二の腕がぽっちゃりし始めていたのですが、2017年には衣装がパツパツと言われるほどかなり下っ腹が出ていました。皆さん、今日はお忙しい中足を運んでくださりありがとうございました。私はこの役を通して。ねえ橋本環奈、ちょっと太ってる？衣装パツパツじゃない？確かにちょっとやばくない？うわー、やっぱお腹目立つよね。あんまり見ないで。こうして2018年のレギュラー番組もきっかけでさらに太ってしまい、2019年の時にはビール腹が目立つと話題になってしまいました。もともと太りやすい体質だったのかもしれませんね。次は実力演技派の北野キーさんです。北野キーさんは痩せたり太ったりと体型の変化がかなり激しいようです。北野さん、今日は朝の情報番組の収録後、ドラマの撮影が夜まであります。その後は雑誌の取材に番宣に。そんなに？もう食べないとやってけないよ。朝起きるのも早くなったし。そうですね。今は情報番組の司会をやっている関係で、午前2時には起床されてますもんね。そうだよ。3時には局入りしてさ、新聞全紙に目を通さないといけないし、おまけに女優業ってそこそこハードだよね。だから最近必要以上にカロリー摂取してて、体重も増加し始めてるんだよね。北野さん、もともと太りやすい体質だからほどほどにしないと。そうなんだけどね。なんせ過度なスケジュールすぎてどうしても食べちゃうんだよ。私もできる限り協力してサポートします。過度なスケジュールだった北野キーさんは、番組内での多くの試食やストレスからの暴飲暴食によって体重が増加してしまい、貫禄が出た感じに見えていました。しかし番組卒業後は、キーさん、下っ腹を治すためにはまず腹筋から頑張っていきましょう。トレーナーさん、本当に忙しくてついつい食べ物をたくさん食べちゃったんです。でもこれから女優としてまた多くの作品に出れるように、しっかり元の体型に戻したいんです。
任せてください。僕がキーさんを全力でサポートさせていただきます。番組卒業後にはまたすっきりとした体型に戻れたものの、最近はまた多忙のせいかリバウンドし始め、世間からは誰と言われてしまう体型になってしまったようです。次は月9ドラマのヒロインも務めた森七菜さんです。ドラマ出演時にはほっそりとしたスタイルでしたが、2019年から2022年頃までは少しぽっちゃりした体型の女優さんでした。どうなの、森七菜ちゃんは体型維持するために何かしてたりする？してます。それこそ私が大分から東京に上京したての19歳頃が一番ぽっちゃりしてて、いつ売れなくなるかわからないから東京にいる間に食べれるだけ食べてた時があったんです。そんなことがあったの？はい、当時はまだ東京に来たばかりだったのもあって、とにかくおしゃれなスイーツにハマっちゃって、気がついたら人生マックス体重だったんですよ。そりゃ東京に来たばかりの頃はいろんなものに興味があるよね。わかるわ。でもさ、今全然細くない？どうやって痩せたの？今は役作りっていうのもありますけど、2年前くらいからジムに通って筋トレを始めたんです。せっかくいいお話をもらえたからには頑張りたいって思って。そうなんや。食事は？食事も野菜中心の生活に切り替えました。やっぱりダイエットには鶏肉ですよ。ちゃんとタンパク質を取らないと痩せなくなってくんです。だから野菜中心の生活と運動で痩せて、今では T シャツが似合う自分になることが目標です。森七菜さんは目標通りドラマ内で見事 T シャツが似合うと評判になっていました。ストイックすぎない方法で確実に体重を落としたおかげで、綺麗な腹筋も手に入れたようです。次は元桜坂46のセンターだった平手友梨奈さんです。不動のセンターから卒業後は女優に転身された平手友梨奈さんですが、グループ在籍時にはあることが原因で太っていました。平手、紅白の時は大丈夫だったか？右腕を打撲して全治1ヶ月だそうです。これ以上活動に支障を出したくないです。少し休養期間をもらえませんか？とりあえず1ヶ月間は休養してゆっくり体調を整えてくれ。今まで多くの重荷を背負わせてしまい申し訳なかった。こうして1ヶ月後、公の場に出ることになるのですが、その姿に衝撃が走りました。皆さんの前にこうして立てることが本当に嬉しいです。メンバーのみんなにも迷惑かけちゃってごめんね。テチおかえり。迷惑なわけないよ、待ってたよ。本当におかえり。やっぱりテチがいないとね。しかしこの時の平手友梨奈さんは副作用などの影響もあり、かなり丸みの帯びた体型になっていたのです。はあ、こんな丸くなっちゃった。健康でいたいけどストレス半端ないしな。そろそろ潮時かな。社長、グループを抜けさせてください。平手、本気なのか？お前以外誰がセンターやってグループを引っ張っていくんだ？他にもセンターできる子はいっぱいいます。このままグループでの活動を続けると体調的にも良くないんです。お願いします。そして平手友梨奈さんはグループを脱退する形となりましたが、その後はストレスから解放されたのか、体調を崩すことなく元気でほっそりとした体型に戻られていました。次は子役で有名になった本田望結さんです。今や女優だけでなくフィギュアスケートでも活躍されていますが、最近太ったのではないかという声が上がっているのです。いやー、美優ちゃん大きくなったね。え、今いくつになったの？今19歳になりました。19歳？じゃあもうすぐ成人だ。ほんと大人やね。じゃあ来年着物着て式に。そうですね、そのために今ダイエットしてて。ダイエット、例えばどんなものを？もう普通に食事改善とかです。コロナ禍になって活動が制限されて運動する量がかなり減ってしまったんです。それなのに好きなものをたくさん食べてしまって、ちょっと痩せないとまずいなって。ふっくらしてて可愛らしいけどね。ちなみに好きなものって？私朝からお肉を食べたいと思うくらいステーキが大好きで、朝の4時にトレーニングが終わると朝食として朝5時からステーキを食べてたんです。5時からステーキを食べたの？相当なお肉好きだね。あと若さから食べられちゃうんだね。そうなんです。でも高校卒業近くになると学業の方に専念した時期もあったので、その時は食事内容を変えるべきだったなって反省してます。成長した本田望結さんは少しぽっちゃりした印象がありますが、もともと太りやすい体質かつ骨格的に丸みを帯びた体型だったのかもしれません。しかし今ではピーク時より少しすっきりした体型になっているようです。次も子役で大活躍していた鈴木梨央さんです。鈴木梨央さんは中学生になった時期ぐらいから丸みの帯びた体型になってしまったと話題になっていました。
鈴木リオです。ゲスト出演ではありますが、撮影が終了するまで精一杯頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ見て。ん、あれが鈴木リオちゃん？ちょっと太った？成長期だからかな。いや、それにしては丸くない？ほら、下っ腹なんて出てるよ。本当だ、ちょっとびっくりだわ。うわ、そんなにひそひそ喋らないでよ。私だって子役の時からしたら少しぽっちゃりしたことくらいわかってるんだから。あて、いけないいけない、演技に集中しないと。もともと子役時代から体重は非公開だったものの、成長期真っ只中だったため丸みの帯びた体型になってしまったようです。お母さん、ただいま。今日さ、撮影現場でスタッフさんに太ってるって話されちゃって、さすがにやばいのかな。お帰り。仕方ないわよ、あなたは今成長期なのよ。確かに女優として体重管理もしないといけないかもしれないけど、栄養つけるのも仕事だと思うわ。でもさ、見てよこれ、ネットでも鈴木リオちゃん太りすぎじゃないって声が多いんだよ。確かに成長期かもしれないけど、さすがに痩せないといけない気がする。リオ、よし、わかったわ、お母さんも協力する。野菜中心の生活にしつつ、お肉はしっかり食べなさい。それで筋トレもして少し痩せていけるよう一緒に頑張りましょう。お母さん、ありがとう。確かに一時期に比べると少しだけスッキリしたようにも思えますが、やはり子役時代のイメージが大きいようです。そのため太ったと言われてしまうのだと思います。次は朝ドラのヒロインも務めていた葵わかなさんです。葵わかなさんは以前と比較して太ったという声や顔が変わったという声が挙げられています。葵わかなさんはコロナ禍の時ってお仕事はやっぱり？そうですね、やっぱり撮影自体ができなかったのでほとんど家にいることが多かったです。だから収録とかが久しぶりで。ああ、確かにドラマの撮影ができなくなって放送延期になったりしてましたもんね。大変だったでしょう。大変でしたね。でもコロナ禍で私だけじゃなくて多くの世間の方が頑張ってると思うと、自分もできることを頑張ろうって思えた時期でした。でもやっぱり家にいる期間が多かったので、その分太ってしまった期間もありましたね。え？本当に？本当なんです。顎のあたりとかお腹とかにやっぱりお肉がついちゃって、それでさすがにやばいなって思ったんで、食事改善からして撮影に影響出ない体重に戻そうって。でも確かに芸能人の方で何人か久々に会った時に、実は太っちゃってっていう方、男女問わず何人かいましたね。だからこれに関しては世間全体に自粛太りしたっていう方が多いんじゃないかなって僕は思いますけどね。そうですね、私の友人も何人か太っちゃったって子がいたので、みんなでダイエット頑張ろうって励まし合ってました。もともと丸顔だった葵若菜さんですが、コロナ禍がきっかけで自粛太りしてしまったようです。しかしそんな葵若菜さんを見た世間はというと、ねえ、昨日の番組見た？葵若菜ちゃんですらも自粛太りに悩まされてたって意外だよね。ちょっと親近感湧いたんだよね。わかる、女優さんでも自粛太りするんだって思ったよね。でも葵若菜ちゃんってさ、丸くなったとしてもあの笑顔が可愛いんだよね。丸くなったことで可愛くないと言われる女優さんも多いですが、葵若菜さんは可愛らしい笑顔が相まって太ってしまったとしてもキュートさがあると言われているようです。次は幅広い演技を行う吉岡里帆さんです。吉岡里帆さんは男性から圧倒的な支持を得ながら実力もある女優さんですが、2020年はふくよかな体型が目立っていました。里帆ちゃん、今日が初めてのグラビア撮影なんだって？そうなんです、もともとスタイルにも自信がないんですけど。そんなことないよ、大丈夫、僕が綺麗に撮影してあげるから。お願いします。じゃあ早速なんだけど、後ろ向いて振り返ってみようか。こうですか？なんかやっぱり恥ずかしいよ。そうそう、いいね。はい、OK。リホさん、お疲れ様でした。グラビア撮影すごく良かったです。もう無理です、私太りやすい体質だからスタイル維持に自信がありません。お尻だってお腹だってこんなですよ。リホさん、もっと自信を持ってください。もともと二の腕やお腹にお肉がつきやすかった吉岡里帆さん、グラビア撮影にもかなり自信がなく泣いてしまったこともあったのですが、それでも25歳頃までは体型維持を頑張っていました。しかしその翌年。皆さん、本日はお忙しい中見に来てくださってありがとうございます。映画どうでしたか？私はこの役を通して様々なことを学びました。そして
やばい。コメント聞きたいんだけどさ、吉岡里帆の二の腕とお腹にしか目がいかない。わかる。あんなに吉岡里帆って太ってた？役作りのためかな。それにしても、ちょっと下っ腹出てるよね。役作りの影響もあってか、26歳の時には二の腕が太かったり、下っ腹も少し出ている体型になっていたのです。しかし今では韓国人並みのスタイルの良さで世の男女を魅了しています。次は姉妹ともに有名な広瀬すずさんです。広瀬すずさんはあることが原因で太った過去がありました。その原因とは一体何だったのでしょうか？ドラマや映画での役作りのためにもちょっと筋トレ始めてみようかな。よいしょ。すず何やってるの？筋トレ？そう、役作りの役に立つかなって思って。なるほどね。でもさ、逆に筋肉ついて太って見えない？そうかな。綺麗につけば問題ない気もするけどな。こうして毎日腹筋100回にキックボクシングもやっていたそうですが、筋肉がついた分太って見えてしまったそうです。そんな広瀬すずさんにはこの他にも太ってしまった原因がありました。今日は何を食べようかな。好物のさつまいもでもいいけど、たまにはお菓子とか食べちゃおうかな。コロナの自粛で撮影もないし、この際好きなものを好きなだけ食べて好きなように過ごしてみよう。ちょっとすず食べすぎ、また太るよ。お姉ちゃんほっといてよ。最近自分の演技に納得できなくてストレスめっちゃ溜まってたんだよな。食べないとやってけないよ。食べないとやってけないって、あんた他にもストレス解消の方法見つけなよ。そろそろ見つけないとね。でもこれ食べたらね。広瀬すずさんは以前から食べることが大好きだったこともあり、演技に納得がいかないと食べてストレスを解消していたようです。とはいえあまり太ったように見えないですよね。次は可愛らしい雰囲気を持っている有村架純さんです。有村架純さんも痩せているように思えますが、役作りなどによって太って下腹が出てしまうような時期がありました。有村さんはこの役を演じるにあたってどんな部分を気をつけていましたか？そうですね、この役は農家の健康的な娘という役柄なので、まずそのために体重を5キロ増やしました。それは監督からの指示ですか？いえ、指示は一切受けてないです。私自身がこの役柄を演じるにあたって、上京してから身も心も締まっていく感じを表現したくて、あえて増量しようと思ったんです。だから今はちょっとお腹を見せられないですね。そんな、5キロ増量したと思えないくらいお綺麗です。ちなみに体を引き締めるとおっしゃってましたが、いいダイエット方法ってあったりしますか？そうですね。炭水化物の摂りすぎに気をつけるとかですかね。私は食物繊維が多く栄養価が高い炭水化物を摂取したり、お菓子とかはドライフルーツにして我慢したりすることが多いです。そうすると割と薬作りで増やした体重も戻ったりしますね。すごいダイエット方法を見つけたんですね。参考になります。でも私この方法はいろんなダイエット方法を試してようやく自分に合う方法を見つけたんです。なのでもし今悩んでいる方がいたら、合うかどうかはわからないけど一度試してみてほしいです。役作りによって下っ腹が出てしまうような体重になったとしても、自身に合ったダイエット方法を駆使して見事女性が羨むようなスタイルを手に入れていました。最後は姉妹揃って歌がうまいと評判の上白石萌歌さんです。今では痩せて可愛くなったと話題になっていますが、過去には頬がふっくらして少しぽっちゃりした印象が強かったのです。ただでさえ今顔もお腹も丸いのに、役作りのために7キロも増やさないといけないのか。お姉ちゃんどうしたらいいと思う？そうだな、ダイエットと逆のことしてみるのが一番じゃない？とにかく食べるしかないか。よし、今日から1日5食だ。その調子だよ。それにめっちゃ太ってる印象からダイエットして痩せた方が可愛いって反応多くなると思うよ。私も応援する。こうして見事役作りのために7キロ増量した上白石萌歌さん、案の定世間からは太ったという声が多かったのですが、2022年には思っていた以上に反応があるくらい痩せていました。見てお姉ちゃん。え、すごい反応じゃない？うん、そうなの。あんなに役作りで7キロも増やしたからダイエットも大変だったけど、こうしてみんなから見ないうちに可愛くなったって言われると嬉しい。頑張って増量して、その後も頑張ってダイエットしてよかったね。これからももっといろんな役が来ると思うよ。いつか姉妹で同じ作品出ようね。それもそうだけど、まずはこの体型を維持し続けてお姉ちゃんに追いつくような女優に成長してみせる。見事可愛さが爆発してしまうほどのダイエットに成功した上白石萌歌さんは、今もなお注目され続け、出演作品も多くなった若手女優へと変貌していました。いやー、今は細くても過去に下っ腹が出るほど太ってたとは驚きだったな。まさかあんな腹してたのって人と、意外と出てたんだって人と、ほんと様々だったな。
皆さん食べることが好きだったり、もともと太りやすい体質だったって部分が共通点でしたね。でもさ、太ったりしたとしてもまたダイエットして細い体を手に入れられるなんて羨ましい限りだぜ。確かにそうですね。太りやすい体質だった人も今では痩せていたりするわけですもんね。太りやすい体質でありながら痩せやすい体質でもあったのかもしれませんね。俺も女優さんが実践した痩せたっていうダイエット方法試してみよう。そうですね。女優さんが痩せられているなら私たちも励みになってダイエットする気が上がりますね。